まるだつばつ日、晴れ。今日は参観日、パトと二人で互いの子たちの授業を見に行った。いつも思うんやけど、ヒスリット教え方うまいな。わざわざ主を呼ぶ必要あるのかな。私はすごく楽しい。だってママが見てくれるもん。ほんまそういう意味で言うならヒスリットの方が優秀やな。誰に比べてとは言わんけど。はいはい、勉強中は静かにね。しっかり先生の話を聞いててね。この子たちの主であるパト様と結果さんを呼んで正解でしたね。この子たちのモチベーションは普段に比べて上がってるわ。まあ、パト様側の子たちはあんまり変わってないけど。本当月下の吸気紳士の子たちはすごく月下に懐いてるね。そうでしょ、すごく可愛らしい子たちよ。それに比べてイテルとミミは、ちょっとは俺が来て喜んでくれてもいいだろうに。あからさまに嫌悪感を出さないあたりミミちゃんも成長したわよ。そうだな、エテルはまあ、いつも通りだしな。ああ、いいわね。こうやって二人揃って授業参観、本当の夫婦みたいじゃない？なんかずるいわ。本当の夫婦みたいで、私の密かな夢が叶ったみたいで嬉しかった。その後、互いの子たちの話をして仕事に戻った。帰ったら仕事が増えてた。丸月三角日、晴れ。今日はフォティアとリアに群れができてた。フォティア様、私先行部隊で今から出張に出かけるのですけど、ご利益が欲しいので握手してもらってもいいですか？いいけど、私本当に何もしてないよ。フォティア様は赤の究極優。赤は勝利や勇気の象徴、その国にいるだけで活気に満ち溢れるのです。ふーん、そういう割には私全然勝利してないけどね。ならなんで私にも。リア様は青の究極優。誠実と守護の象徴、つまり護衛部隊にとって最高のご利益になるのです。リアにもあるんだ、というかご利益混在しない？それ、あればあるほどいいんでしょうね。信じる者は救われる。そういうキャラだっけ。フォティア、リア、待たせてごめんね。これらの薬品一緒に持っていってね。フォティアは赤の究極優、リアは青の究極優だから、フォティアには先行部隊から願掛け、リアは護衛部隊から願掛けをされたらしい。ご利益があるなら私も願掛けしようかな。帰ったらできてた仕事の書類が崩れて、机に置いていたコーヒーを倒し、完成していた書類がダメになっていた。つらい。丸月星日、雨、渓谷にも雨が降るんだと、仕事の合間に窓の外を眺めてた。たまに雨もいいんだけど、疲れてる時に見るとちょっと、心が虚しくなる現象って何なのかしらね。秋だ、秋だ、うっせしな。なんか元気な声が聞こえるわね。雨だ、水大好き、もっと降れ、もっと降れ。雨さんこちら、手のなる方へ。ルル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 。ネロすごく楽しそう。普段雨とか降らないから水でいっぱいの空間がすごく嬉しいのね。なんか私もすごく元気をもらったわ。水は生命の源、雨が降れば生命が芽生える。あ、芽があった。あ、ネロが恥ずかしそうな顔で戻ってきてる。もっと見たかったのに。窓を見せるとネロが嬉しそうに外でぴょんぴょん跳ねてた。普段落ち着きがあるから、すごいギャップ萌えを感じた。可愛いのでずっと見てると願い、ネロは恥ずかしそうに私の部屋に戻ってきた。続けてよかったのに。その後、ソフィアちゃんが仕事をたくさん持ってきた。今日も帰れない。丸月黒星日、晴れ。今日も仕事がいっぱいあったけど、行月が仕事を手伝ってくれた。アリシア様から依頼された薬品の結果報告書と経過観察証明の書類を作って出しておかないと。結果班、なんか手伝うことないか、うちも協力するで。ありがとう行月、この薬品瓶に貼ってあるラベルの番号と同じ棚に置いておいてほしいの。お安い御用やで、ほな行ってくるわ。さて、このデータを送ったら次の入力と報告書の作成をしないと。それにしても毎日毎日すごい書類の量やな、あれやとほんまに休めへんで。あら、行月ちゃん、月下ちゃんのお仕事のお手伝いしてたの。せやで、今この薬品を棚に持っていくところなんや。あら、完成品かしら、なら私がもらっておきましょうか。ほんま、それは助かるわ、ほなよろしゅうな。月下班、薬品持っていったで。ありがとう、あのサンプルを基礎に依頼された薬品を作るから持っていってくれて助かったわ。え、完成品ちゃうんか。まだ完成品じゃないわ、どうしたの。あんにゃ、うち完成品やと思って道中にあったアリシア班に渡してもうた。そんな、急いで取り返しに行くわ、ごめんな。いいわ、誰にだって勘違いはあるわ、それに私もちゃんとサンプルだって言ってなかったのが悪いしね。でもどうしたら、私がアリシア様に連絡しておくわ、今ならまだ間に合うだろうし、きっと大丈夫よ。ほら、行月も気にせずにゆっくりしてきて、お手伝いありがとうね。ということなので、アリシア様、その薬品は使わないでもらえると助かるのですが、え、もう使ったのだけど、本来の薬品今日中にできる、じゃないと大変なことになるかも。
今日中に作ります。ご迷惑をおかけしてすみません。気持ちはすごく嬉しかったから簡単な仕事を任せた。こうやって私を気にしてくれるのはすごく嬉しいな。でもなんで、ちゃんと指示した通りにやらないの。全部やり直しだよ。予定が全部狂っちゃったよ。失敗した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 。丸が集る道、晴れなのかな。プルートが心配してくれる。ありがとう。私は大丈夫。みんな大事だからね。私も頑張らないと。仕事、しないと。仕事、しないと。私は専属心でも一番下。仕事すらできなかったら私の存在意義がなくなる。周りに迷惑をかけたくない。しっかりしないと。ねえねえ、大丈夫。休んだ方が嫌のよ。ありがとうプルートちゃん。でももう少し頑張ってみるね。キーボード叩いてるあのけど、パソコンがついてないあの。もう限界あのよ。一件の仕事が終わったと思ったら5000件の仕事が増えた。納期が超えてると不満を言われた。頑張ってるのに、頑張ってるのに。丸月オス日、晴れない。寺がのんびりしてる。癒される。むう、むう、痛い。むう、のんびりしてていいな。私ものんびりしたいな。起こしてほしい。むう、こけてすごく痛い。むう、ああ、のんびりしてる寺はいつ見ても癒される。ずっとそばにいてほしいな。でもこの子のためにも私がもっと頑張らないとね。寺を見てると私ものんびりしたくなるな。あれ、私、何やってるんだろう。丸月シャープ日、席に怒られた。パトが来た。メリアちゃんやソルテ様、ミエルちゃんもいた気がする。どうやらドクターストップがかかったらしい。何をやってるのじゃ月下。殺してよ、どうせみんな私のことを苦しめたいだけでしょ。だからこんな毎日毎日私を追い込んで楽しんでるんでしょ。なら死んでやるわよ。私は何もできない。足手まとい。死んで詫びずにどうやって詫びればいいの？ねえ。早まるでない？お主ら、パトボーラ及ぶのじゃ。緊急事態なのじゃ。あははは。私なんてひどい。誰も私を守ってくれやしないんだからさ。死ねってことでしょ。ねえ。お願いなのじゃ。お願いじゃからこれ以上はやめてほしいのじゃ。結果。ミエルちゃんの診断結果、重度の鬱。過労による極度のストレスらしい。咳が目撃した時、私は書類ごと机に頭をバカみたいに強くすりつけていたらしい。アリシアとソフィアが呼び出され、厳重注意と処罰を受けた。アリシアは泣いて、ソフィアもひどく落ち込んでいた。ごめんなさい。私のせいで。とりあえず全部直したよ。明日には精神状態は戻ってるはずだよ。なんでこんなことになるまで気づいてやれなかったんだ。俺は、月下に長期休暇を、好きなことをさせてあげよう。俺は、主としても、パートナーとしても失格だ。大バカ野郎。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。